こんにちは、タケです。タケの、180度開脚チャレンジです。この動画は、2017年までに180度開脚できるかってチャレンジですね。正月に、妹に新しいストレッチをしてもらったんで、それを今やってますね。それも一応、後で出そうと思ってます。ね、結構ね、ちまちまですね。ちまちま柔らかくなってるって感じですね。一応、ほぼ毎日結構ね、10分か15分ぐらいはやってる。まあ、もっと、あ、でも、トータルで20分ぐらいやってるかもしれないですね。暇な時、できるだけやれるようにしてるんで、トータルぐらいは20分ぐらいしてると思うんですけど、なかなかね、柔らかくならないですね。まあまあ、次のステップもやりつつ、やりたいと思います。そしたら、見せますね。じゃあ、頑張ります。頑張れちゃうかもしれない。一応、前ですが、一応手の甲、これほぼ一緒ですね。前と変わらずで、前が、これもあんまり変わってないですかね。ちょっと柔らかくなってるような気はするんですけど、そんなに変わってないですね。あとは開脚なんですけど、相変わらずこの、前がいけないですよね、こう前がね。これのやり方を一応この間ちょっと教えてもらったんで、やっていこうと思ってるんですけど、で、この妹にちょっと教えてもらったのが、ここ、例えば壁ですね、壁やとして、で壁にこう、開いて、これ、しようかな。こう開いて、ほんで、こうひ、肘をつく感じですね。ほんで、これを後ろにこう壁にお尻をくっつけていくっていう形ですね。で広げながら、で、維持するっていう感じのストレッチですね。ほんで、こう開けることによって、ここはちょっと柔らかくなるっていうやり方と、あともう一個が、こうですね。ほんでだとこう伸ばした方がいいらしいんですけど、それができないんで、始めはしなくていいらしくて、ポイントはここの、ここをいかに、ここですね、ここの垂直をこういかにするかと、こう曲げたりとかせずに、いかにこう、これを維持してこう、こう落としていくかと、で、できればこう、伸ばしつつ、こう、落として、あーって、僕はそうできないんで、一応これで、ここを先、このところを伸ばしていく形にして、で、だんだんこれを、維持してこう伸ばしていくらしいですね。ほらこの縦の、開脚に開脚に近づくらしいですね。まあこんな感じですね。だからあんまりね、ほんまなんかストレッチって時間かかるのかかりますね。筋トレの方がはるかに、結果を得られやすいんで、ほんであんまりやりすぎてしまうとね、親戚のお姉ちゃんがやりすぎて筋痛めたらしいんで、結構その、やりすぎるのも良くないみたいですね。そしたら、まあまあ、まだあとね、1月始まったばっかりなんで、時間があるんで、ゆっくり、筋とりあえず痛めないようにやりたいと思います。よければ、この辺のチャンネル登録お願いします。そしたら、タケの180度開脚チャレンジでした。